はい、どうも、デラキラスです。さあ、プレミアムバンダイより、また、ウルトラマンのグッズたくさん出ております。まずは、こちら行きましょう。SH フィギュアーズメガジャイガントラーンということで、ウルトラマンライジングに登場いたしました、メカジャイガントラーン。まさかの扱いでございます。いや、こっち来ると思わなかったわ。いや、ジャイガントロンワンチャン来るか、いやでも難しいかなんて思ってたんで、メカの方が来るとは正直思ってなかったんですけど、こっち来ちゃうんだということでね、正直言うやつ、メカジャイガントロンウルトラライジングということですね。ネットフリックスにて全世界配信中の CG アニメーション長編映画ウルトラマンライジングより、メカジャイガントロンが正直言うやつに登場ということで、すごい、いや、ここの羽のさ、色合いとか、すごくなってますね。いやー、このシャープな造形とかもすごいですし、SH フィギュアーズならではの広い可動域のほか、メカニカルなデザインや特徴的に大きい羽など、部位ごと特徴を劇中さながら再現、造形しましたよということでね。いやー、ウルトラマンライジングと並べてもかなりの、まあ、サイズ感、まあ、遠近法使ってますから、ちょ正確なサイズ感わかりにくいですけど、かなりでもそれでもサイズ感あるんじゃないかなー。うんうんうん。で、また劇中でのダメージ状態を再現するパーツ一式や、ミサイルアタックモード再現用パーツ、メケミルミネセントブラストエフェクトパーツが付属し、劇中の様々なシーンを再現することが可能。うわー、なるほど。いや、すごいですね。ここクリアパーツしっかりとこう再現されて。もう長さはあんまりないのかな。いやー、でもこのメタリックなね、塗装とか、メカニカルな、ね、質感っていうのが再現されて。うわ、すごいですね。で、ウルトラマンライジングよりこのウルトラスラッシュ。これも付くんだ。ボーナスパーツとして、あ、ちょっとこう握るような雰囲気なのかな。うん、うん、うん。ねー、なるほど。ボーナスパーツとして、ウルトラスラッシュヘッドパーツが付属しますよーっていうところですね。いやー、大きさがさ、大きさ、でも 170mm ってことは、サイズ、高さは別にそこまで大きいわけじゃないのか。ほんと、遠近法か、さっきのこれは。ね、かなりなんかでかくね、見えましたね、これね。かなりでかく見えましたけど、まあ、遠近法か、まあ、でも多分、この角のこう頂点とか合わせたら、まあそこそこ大きいと思うんですけれども、はぁー。やっぱシャープなね、造形がね、すごいですよね。うん。ということで、SH フィギュアーズメカジャイガントの価格がなんと2万2000円。いや、まあ、それぐらいでもまあ、正直、しますね。まあ、正直、それぐらいするだろうなっていうのがもう、第一印象ですね。見るからにですもん。この、なんかもう造形の細かさとか、ね、尻尾とかもとんでもないですね。ノーマルのね、ジャイガントロンとかもね、本当は欲しいなというか出てくれたら嬉しいなというところだったんですけど、まあでも、ダットも出ますし、ウルトラダットも出ますし、まあ対決させて、遊ぶってなったらやっぱメカジャイガントロンの方が、まあいいのかな。うん。で、価格が2万2000円ということで、9月の27日16時から予約開始になっております。3月発送ということで、もうちょっと先ですけど、うわぁ、これはちょっとどうしようかな、迷うなぁ。いかせば価格がね、2万2000円ってことですから、結構しますからね、ちょっと保留かな、悩みたい。ちょっとでも、ダッと買ってるからっていうところでね、予約してるから、悩みどころですね。こちらね、下の概要欄リンク貼っておくので、チェックしてみてください。続きまして、こちらでございます。10月13日は、プレバンの日。あ、そうなんですか。プレバンの日なんですか。なんか動画出てきちゃった。15周年アニバーサリーということで、プレバンってもう15周年もやってるんだ。すごいですね。ということで、このプレバンの日ということで、なんと、キャンペーンをいろいろとやっているらしくて、送料0円キャンペーン。いや、これは地味に、いや、かなり、嬉しい。ということで、なんかこういろいろね、キャンペーンやってるんですけれども、そこでですね、以前発売したものがですね、登場、再販という形で、出ているらしくてですね、それをちょっと見たいですね。はい、こちらです。感謝の気持ちを大開放、送料0円抽選販売ということで、なんと、過去に発売した商品がですね、抽選販売ではありますけれども、出ているみたいで、ウルトラマンの商品もですね、かなりあるみたいなんですよね。ということで、見て
きたいんですけど、どっから見るのか、こちらか。はい、ウルトラ関連で言うと、めちゃくちゃある。ウルトラ関連めちゃくちゃある。やっぱり、変身アイテム系っていうところで、新ウルトラマンから、私を倒せるか、ウルトラマン。もう山本浩二さんの声聞こえてきますね。データボックス点火器。それから、こちら、君に託すですか?はい、ベータカプセル。こちら、新ウルトラマンバージョンですね。それから、コスモプラックに、ウルトラ D フラッシャー、エスプレンダー25周年ということで、そして、アグレイターもある。アグレイターもあります。というところで、変身アイテム系がゾゾッと出ております。個人的におすすめしたいのは、やっぱりエスプレンダーですかね。アグレイターもめちゃくちゃ良かったけど、エスプレンダーが良かったですね。っていうのも、本当に一番最初、高山ガムが変身に使った、これですね。これ。エスプレンダー初期型。これがね、付属してるっていうのもかなり嬉しいポイントなのと、あとやっぱグリップ感とかね、とっても握ってて楽しくなっちゃうし、劇中プロップっていうところでね、一番最初に出たウルトラレプリカのエスプレンダーよりもかなり良くなってるので、すごくですね、遊び応えがあって楽しいんですよね。個人的にはかなりこのエスプレンダーがおすすめなのと、あとやっぱアグレイターは、やっぱこちらもこう羽のね、こうシャープな造形とかもとってもね、かっこよくできてますし、まあクルンってね、回転とかは、こう劇中完全再現っていうわけではないんですけれども、ボーナスモードとしてね、アグルのスプリームだったりとか、ガイアのスーパースプリームの音声も入っていたりとかね、すごい遊び応えがあるので、おすすめですね。まあでもこういったレプリカ系は本当に遊び応えがめちゃくちゃあるので、おすすめですね。さらにさらにはなんとアルティメットルミナスまで大開放ということで、究極アルティメットルミナスシリーズから、エレキング、メフィラス星人、バルタン星人、ゼットン、キングジョーということで、こちらも大開放でございます。すごいですね。エレキングなんかはね、宇宙船ピット星人のね、円盤、宇宙船もね、こうやってついてますから、これね、円盤自体もね、めちゃくちゃ出来がいいんですよ。塗装とかも細かいし、あとこっからね、音が鳴るんですけど、めちゃくちゃね、出来がいいんですよね。で、まぁ、エレキングの特徴的なね、この、くるくるくる、アンテナくるくるっていうのもね、表現されてて、かなりね、こちらも出来がいいんですよね。他にもね、メフィラス、バルタン、ゼットン、キングジョーといった、ウルトラ怪獣の、もう大御所たちが、究極アルティメットルミナスとしてね、登場してますけれども、こちらもね、今回抽選販売にはなりますが、再登場ということなので、まだゲットできてないよという方は、ぜひぜひチェックしてみてください。まあ、他にもね、ウルトラマン以外のアイテムというと、仮面ライダーのスニーカーとか、フェイト、隅っこ暮らし。すごい。何この魔人ブすごい。何この魔人ブすごい。まあ、あと、ワンピース、ガンダム水星の魔女、まあ、推しの子とか、結構いっぱいありますけど、中でもウルトラマン優遇されすぎてない?待って、ウルトラマンめちゃくちゃ優遇されてない?変身アイテムもこんなにいっぱい出てるし、ルミナスでもめっちゃいっぱい出てるし、あれ、ウルトラ、何めちゃくちゃ優遇されてる?どしたん?どしたん?バンダイさんどしたん?こちら、下の概要欄リンク貼っておくので、チェックしてみてください。はい、ということで、今回はプレミアムバンダイより、ウルトラマンアイテム見てまいりました。ちょっとね、ウルトラマンライジングのね、メカジャイガントのもうちょっと悩みたいところではあるんですけど、いやーかっこいいからねっていうところで、ちょっと悩んでおります。はい、ということで以上、デレキラスでした。それではバイバイ。